神田川は、東京都を流れる一級河川、荒川水系の支流である、フォークグループ、かぐや姫の楽曲になっていることでも有名である、東京都三鷹市井の頭温子公園内にある、井の頭池に源を発し東へ流れ、台東区、中央区と墨田区の境界にある、両国協協で墨田川に合流する。 流路延長2 4 6トル、流域面積105.0平方キロメートルと、東京都内における中小河川としては最大規模で、都心を流れているにもかかわらず、全区間にわたり、開居であることは極めて稀である。かつては、ヒュー川と呼ばれ、現在の飯田橋付近から、現在の日本橋川を通って、日比谷入江に流れていたが、江戸幕府による、 度重なる不審と世外が,が行われ、現在の流浪となった。江戸市中への浄水が引かれてからは上流を、神田浄水、下流を江戸川と呼び、さらに改作された神田山から、下流は神田川と呼ばれるようになった。明治になり、神田浄水が廃止されてからは、上流も神田川と呼ばれるようになり、昭和の河川法改正によってすべて神田川の故障で統一された。 桜が満開な神田川南小滝橋で、撮影神田川の前身である日向川は、大地波形からの湧水や雨水を多く集め、豊島郡と江原郡との境界をなす、大きな川だったが、江戸城を不振する上で深刻だったのは、江戸城内へ、飲料水の確保と、武蔵野大地城の洪水だった。江戸名所図に描かれた神田城水の目白した大洗堰朝石のため日向川は、 現在の江戸川橋辺りまで海水が遡上して、飲料水に適さず、また、沿岸の井戸も冠水が混じった。日向川の不審は、まずは、江戸市中の飲料水確保のために行われた。1590年、徳川家康が江戸に入府する前後に、大久保忠行が小石川浄水を整備して主に、江戸城内への用水としていたが、城下を含めより、多くの浄水を確保する必要から、 豊富な真水の水源を有した井の頭池に加え、全福寺池からの全福寺川、妙正寺池からの妙正寺川も日向川に集めて、神田浄水を整備した。目白下に石子石を作って、海水の素状を防ぎ、分水を日向川の北側外に沿って通していた。これは下流への高低差を確保することと、洪水によって水道施設が破壊されてしまうのを防ぐ目的もあった。 川の本流から、水戸繁盛屋敷を通った後に、掛戸や福戸により現在の本郷、神田から、南は、京橋付近まで水を供給した。石石から、下流は、江戸川と呼ばれた。次に、江戸城拡張のため、江戸前島の日部屋入江に面していた老月村、桜田村、日部屋村といった、漁師町を移転させて、入江を埋め立て、江戸前島のおね道だった、小田原道を東海道とし、 その西側に、旧、日向川の角を導いて隅田川に通じる道三堀とつなぎ、江戸前島を貫通する流路を新たに改作して、江戸城のとした。これらは家康が将軍を任官する以前の不審であり、徳川家のみで行われていた。旧、日向川に架けられた橋や貸し、倉地、埋め立てた、日比谷入江に建てられた大名屋敷は、たびたび大規模に氾濫して流されていたが、 慶長8年に江戸幕府を開いてからは大名を集めての天下武神として大規模に行われるようになる。なお、拡大急増した江戸の人口を潤すための浄水はこの頃にすでに足りなくなり始めており、1653年に新たに玉川浄水が引かれ、主に江戸の西部から南部にかけて供給された。二大将軍、徳川秀忠の時代には、旧、 ヒュ赤流域の洪水対策と外堀機能の強化として、神田山にあたって南流していた流路を東に付け替える工事が行われた。1620年、秀忠の命を受け、仙台半祖、伊達政宗が現在の飯田橋駅近くの牛込橋付近から、秋葉原駅近くの泉橋までの改作を担当した。小石川三つけ門から東に、神田山を切り通して、 湯島台と駿河台とに分け、現在のお茶の水に人工の谷を改作した。このため、この区間は特に仙台堀あるいは立達堀とも呼ばれる。本郷大地の東では、旧石寺井川の河働を流れる消華線と合流させて、真東に向かい、現在の浅草橋や柳橋の東で隅田川に合流させた。改作当初の仙台堀は川幅が狭く、 洪水を解消する機能にもこと書いたが、幕府は修運に供するため拡幅するよう仙台藩、第四代藩主、伊達綱村に命じ、1660年より拡幅工事がなされた。この拡幅された掘割から川口までを神田川と、呼んだ、広く開作された旧、日向川を修運が、船河原の橋まで通じるようになった。一方、小石川三つけ門から南流する旧、日向川は、 現在の球し下付近まで埋め立てられて神田川と切り離され、掘り止めとなった。かつての外堀から内堀となった。この掘り止めは、飯田川とも呼ばれ、道蔵堀からの周運を導いて貸しも立っていた。しかしその後も川の氾濫は頻発し、改作した神田川と、矢田川や大川と重なり、日本橋地域から江戸城下を氾濫させていたため、筋飼橋古門から、 下流の神田川南岸に、築土して、城下を守った。明治に入り、物流の水運利用が活発になりかにはさらに、多くの貸しが立った。上流から勾配貸し、昌平貸し、佐久間貸し、倉地貸し、柳原貸し、左江門の貸しなどがあった。明治16年には、浜町川が延伸して神田川と、接続、また埋め立てていた、飯田川の北側を再開作して再び、 神田川と結び、これが現在の日本橋側となった。明治23年には日本鉄道の秋葉原貨物駅が開業し、佐久間橋からの掘割が引かれ、さらにこの地に、大正12年の関東大震災後に神田田町から神田大物市場が移転して周辺は物流拠点になっていた。昭和12年には河川改修よって、関口の神田城水石石も取り除かれた。 高度経済成長期には生活排水の流入により水質が悪化し、死の川と呼ばれたが、周辺部に落合水再生センターなどの下水道網、下水道処理施設の整備が進み、もともと湧水が多いことなどから近年は水質が大幅に改善し、コイやアユ、フナなどが生息するようになった。アユは1993年から毎年確認されている。また、かつては、 洪水で有名という不名誉な肩書もあったが、80年代以降の川岸整備や放水路の増設によって治水がなされた。この際の整備で高都橋から江戸川橋にかけて、植栽された桜が大きく育ち、花見シーズンには多くの人が訪れる。井の頭池からの流れ出し神田川と全福寺川との合流地点東京都庁舎を望む小滝橋橋橋上より、 高田の馬場分水路分岐点付近下落合駅付近、高田の馬場付近の渓谷高田の馬場駅付近上を、山手線と西武新宿線が通過中高田の馬場分水路、明星寺川との合流点江戸川公園脇、江戸川橋と江戸川橋分水路首都高速5号、池袋線下を流れる日本橋川との分岐点水道橋から、 お茶の水方向を見る JR お茶の水駅ホームとお茶の水橋昌平橋下から上流方向に東京メトロ丸の内線と西橋を望む総武線高下橋本泉橋から下流方向を望む河口隅田川に注ぐ神田川、神田川の中流域の中でも今日の都電荒川線、早稲田停留場付近から飯田橋駅付近まで東京都内の約 2.1km の区間は 江戸川と呼ばれていた。この部分も1970年8月に、神田川に名称が統一されることとなったため、これに由来する地名の多くは1966年までに、その名を消したが、江戸川橋駅及びその由来である橋梁、文京区立江戸川公園などにその名を留めている。なお、明治末頃まで、石切橋から高吉橋間の両岸は、東京市内屈指の桜の名所と言われた。 東京都三鷹市、杉並区、中野区、新宿区、豊島区、文京区、千代田区、台東区、中央区江戸時代からの不審にもかかわらず、都市河川となった現在も一水の危険をはらんでいる。江戸期にも洪水による橋の流出や水道施設の破壊は頻繁に発生していた。しかし戦後は流域の急激な都市開発に河川回収が追いつかず、保水や 有水の機能が低下していた。昭和33年の仮野川台風による大水害は上等の低地での水害に加えて、それまで認識されなかった山の手水害を引き起こした。昭和61年、全国の総合治水対策が必要な17河川の一つに選定され、平成元年に協議会が発足時間雨量50ミリメートルに対応する対策として、 段階的に分水路や貯水池などが建設された。現在神田川は流域の市街化率が全国でトップの97%にも達し、対策が難しい河川になっているが、対策は一定の効果を上げていた。しかし、平成17年9月の台風14号により、活発化した前線から観測史上最多となる時間雨量100ミリメートルを超える豪雨災害が発生し、 特に支流の妙正寺川は、湖岸が破壊されるほどの被害が出た。平成19年8月、東京都は、東京都豪雨対策基本方針を策定し、時間雨量75ミリメートルまでの対応強化を目標として整備が続けられている。筑田橋の下で、玉川上水由来の下水処理水が、流入全福寺川交流以前は、小沢川交流店であった。以前は、 泉川が合流以前は、神田上水助水路刷け口があった。桃園川、合流高田の馬場分水路の見口、妙生寺川、合流店高田の馬場分水路刷け口、妙生寺川合流以前の分岐点以前は、蟹川が合流以前は、鶴巻川、合流、三作母川合流,合流点であった。水道橋分水路の見口水道橋分水路刷け口、日本橋川、 分流お茶の水分水路飲み口、お茶の水分水路刷毛口、ありがとうございます。